スノーボーディングエクストリームスポーツとは、速さや高さ、危険さや、華麗さなどの過激な要素を持った、離れ技を売りとするスポーツの総称。アクションスポーツとも呼ばれ、X スポーツと略されることもある。類義語アーバンスポーツ。エクストリームスポーツの定義は曖昧である。ただ単純に危険であったり、過激なスポーツであれば、一概にエクストリームスポーツに当てはめることが、 できるというわけではない。エクストリームスポーツと普通のスポーツとの境界については、その危険度や興奮を生み出す力と同様に、マーケティング展開も重要であると言われる。これは、エクストリームスポーツは、スポーツとしての側面と同時に、ファッションや音楽といった若者文化にも影響力を持つとされるためで、エクストリームスポーツのマーケティング展開においては、 若者文化との関連性が強調されているものも多い。そのため、例えば、スノーボードとスキーを比較すると、スキーの方がスピードが速く、また両者とも同じ程度の危険度を有しているにも、かかわらず、マーケティング展開の違いや、またスノーボードの方が新しいスポーツである点などから、スキーよりもスノーボードの方がエクストリームスポーツとしてのイメージが強い。危険で、 興奮度が高いスポーツであっても、エクストリームスポーツには含まれない。類義語として、アーバンスポーツがあるが、国際競技大会エクストリームスポーツ、国際フェスティバルは1997年に、フランス南部モンペリエで、エクストリームスポーツ好きな学生であった、エヴァ・ンドレブノワが始めたが、その後、アーバンスポーツの大会として確立している。国際競技大会、 フィーズワールドシリーズ広島は別名アーバンスポーツフェスティバル広島である。2019年6月25日国際オリンピック委員会総会で非オリンピック種目パルクールの国際競技連盟であり国際体操連盟と日本アーバンスポーツ支援競技会の会長である渡辺主勢は2024年パリオリンピックでの追加種目に提案されたサーフィン、スケートボード、 スポーツクライミング、ブレイキンを総じてアーバンスポーツと述べた。また、エクストリームスポーツは必ずしも競技に勝つことを目的とせず、自身の精神的満足や個性の確立を目指すものだとする認識も存在するため、そもそもスポーツという呼び方すら合わないとされることもある。エクストリームスポーツは自身の身体能力や度胸の限界を求める。 若者たちに支持されているだけでなく、ファッション、音楽といった若者文化にも大きな影響力を持つ。アメリカでマーカス・ウォーカー等13歳でエクストリームスポーツのプロとして活動し始める選手が出てきたり、その人物の着ている洋服のブランドに人気が集まっている。エクストリームスポーツという言葉はアメリカなどで X ゲームズというスポーツイベントが テレビ放送されたことによって広く知られることになった。この大会が大きな広告力を持っていることが企業などに理解されたため、競技者や主催者はスポンサーに困らなかった。このエクストリームスポーツの高い注目度と、それを取り巻く文化は、エクストリームアイロニングや、アーバンハウスワーク、エクストリームクロケエクストリーム一輪車、家庭体操競技、 エクストリーム一輪車などのパロディ競技も生み出した。エクストリームスポーツの熱心な愛好家たちは、アドレナリン中毒者というレッテルを貼られることを嫌う。彼らの主張によれば、彼らがエクストリームスポーツに挑戦するのは、人を寄せ付けないような環境を支配してみたいから、自分の個性を磨きたいから、身体的にまた精神的に向上することを楽しんでいるから、あるいは、 単純に荒野などのアウトドアが好きであるからである。しかし、エクストリームスポーツの参加者たちは、そのエクストリームという名前のために、世間から愚かで、無効水で、自殺的だという固定観念で見られ非難されることも、ある。パラグライダーパイロットであるボブ・ドゥルーリーは、たとえ、これらのスポーツが命を懸けたものであっても、私たちは、現実から逃避するためにエクストリームスポーツをしている。 わけではなく、現実を私たちから乖離させないために、これらのスポーツに挑戦するのだ。と語っている。エクストリームスポーツと言われる、スポーツの中には、長い歴史を持ち、支持されてきたものがある。例えば、ロッククライミングや、アイスクライミングは、エドモンド・ヒラリーやクリス・ボニントン、ジョー・シンプソンなどの著名人を生み出してきた。また、サーフィンの元となったものは、 ハワイの原住民たちによって何世紀も昔に考案されたものである。スノーボードなどいくつかのエクストリームスポーツは2002年のソルトレークシティオリンピック以降の大会で採用されている。エクストリームスポーツと分類されることがあるスポーツの一覧自転車オートバイ四輪車、ローラースケート、スケートボードに類するものその他。ありがとうございます。